今回は避け方、ライフの特性についてお伝えしたいと思います。自分の体と同じ動きをするライフ、綿密に言うとライフは自分の頭と同じ動きをしています。頭を動かすことでその通りにライフも動きます。そのため足や肩のみ動かしても避けたことにはなりません。頭を含む体を大きく使った動き方が回避において最も重要なポイントになります。真横を向くなど頭のみを動かせばライフも同じ動きをします。ただし極端に激しい動きをするとライフがずれてしまうことがあります。また相手からの視線を切ってしまうため勝負においても注意が必要です。このライフの特性を意識して回避を行っていきましょう。